ちょっと、通信が悪いよ。止まっちゃった。シギザコシギバル。はい。はい、どうも、クイズアップの山本です。河村です。山上です。今日の企画はクイズ。おー、シンプル。最近ですね、オンライン会議とか、まあ、多いじゃないですか。多い、まあ、多い。音声途切れたりとか、ちょっと不便なことありますよね。で、皆さんはまあ強いクイズプレイなので、で、まあ、うん、まあ、どんな状況でもやっぱクイズに正解してほしいなと思ったんですよ。たとえオンライン会議でいきなりクイズ出されて、しかも音声が途切れてても僕らは正解できると。モデルは全部ね、映像データで出しますんで、まあえて聞くようにしたいこといろいろやってるんですが、そこは関係なく皆さん正解してもらえればと思います。後藤は、他の人が誰か後藤するまでお休みという感じでございます。負け点5問で最終問題終了時点で最も得点が高い人の優勝です。 OK、はい、はい、では1問目いきたいと思います。問題、88星座のうち日本語名が「へ」から始まる3つとは、ヘビ座、ヘビ使い座と何？はい、ヘルクレス座。正解です。おお、問題は分かったんだけど、うん、答えを今考えた。そう、僕も答えを考えた。なるほどね。じゃあ今のなんかどんな感じで。答えを考えたら分かった。素晴らしい。問題は、はい、88星座の中で、へから始まるのは、蛇座、蛇使い座と何でしょうみたいな。はい、そういうことでございます。へがね、聞き取りづらくてね、絵が分かんなかったから、絵だと思った。僕も絵だと思った。絵か、絵か、エビ座。それは知らない。エビ座ってあるんだ。でも次のエビ使い座で、あ、エビ使い座、エビ使い座って養殖しとるって。僕はハウリングぐらいだったら皆さん全然できましたね。まあまあ確かに、その分かんないのがね、何文字かレベルだったから、まあ前後から全く分かんない。全く分かんない。この調子的にはね、全文字ができそうな感じありますね。でも、もうよるんだよ。はい、それでは2問目いきたいと思います。問題、1500に起こった織田が一方を破り、4桶狭間の戦い。正解。よーすごい。何も分かんなかった。何も分かんない。思いのほか、うん、織田って聞こえたから、うん、まあ多分織田信長だよなと思って、まあ天下統一のなんか第一歩みたいなような感じが聞こえたんで、名を挙げるきっかけになった沖縄様かなと思いました。おー、すごい。ちょうどいい乱れ具合。ちょうど聞きたいも聞けなかった。あ、じゃあ一応ね、あの問題を全部ね、はい、問題、1500に起こった織田が一方を破り統一の大となった戦いは何？これさ、勘以外に答えられる要素ある。これなんとなく方向性は分かったけど、うん、最後は勘よ。統一の第一歩ぐらい、ね、ぐらいですね、うん、だから最後、まあそこら辺が聞き取れるとね、いいかなって感じはありますけど。なるほど。まあそこ以外では正解では無理です。あ、無理だ。あ、じゃあ待って、正解だったんだね。あ、では一応口頭でね、それを読んでおきますと、1560年に起こった織田信長が今川義元を破り天下統一の第一歩となった戦いが何ということで、お客さんの答え。なるほど、ありがとうございます。やっぱいろんな形があるってことですね、クイズはね。まあそうだけど、これアナーキークイズ。はい、3問目いきますかね。あれ、なんか、はい、ちょっと、あれ、じゃあ3問目いきます。あれ、カフェですか。うるさいよ。問題、楽譜の記号を日本語に言ったとき、フランスはどちら、チャンスは英記号ですか。本英記号。正解。なんか、すごい、英記号だけ聞こえた。どう、シャンプーは聞こえた。問題、楽譜の記号を日本語に言ったとき、フランスはどちら、チャンスは英記号ですか。ナチュラルは何記号。シャープ。そう、はい、というね、で、今ので一応口を読みますと、楽譜の記号を日本語で言ったとき、ちょっと待って、この今止まったさ、画像の顔がおもろい。なんでこのちょうどいいところ止まんのよ。はい、じゃあね、あの今ので読みますと、楽譜の記号を日本語で言ったとき、フラットは変記号、シャープは英記号ですが、ナチュラルは何記号ということで、本英記号か。ございました、はい、今のものどこで分かったんですか。これはね、あの最初はなんかよく分かんなかったけど、日本語で言った時は聞こえて、うん、でその後全然聞こえなかったんだけど、うん、なんか当店が打たれた後に、うん、シャープは英記号ですがって言われて、ってことはもうこれは答えになるのはもう本意記号しかないなって思って答えた。3つこう聞いてるかなみたいな感じが分かって、ってことはナチュラルかなみたいなって
そうですね。はい、素晴らしいですね。めっちゃ適応。確かに。うん。3回ともね、一発で正解できるね。そうだね。あ、じゃあこれはもういけるんじゃない？それでは5問目いきたいと思います。な、あ、いきまーす。家だ。26秒ある。おい。おい。おい。見えたかいと幸せてるよ。思った。お。ワシントン DC。正解。ミュートマスター。ズバリアメリカの人はどこって言ってました。おお。もう一回言ってみますか。嘘。本当に本当に。嘘。絶対嘘。言ってないよ。問題。アメリカの首都はどこ？おお。やば。アメリカの首都はどこ？ああ、見ました。ミュートのままでした。ミュート解除してみます。あの、はい、マジでよくあるやつ。ズバリアメリカの首都はどこ？すごい、もうミュート状態でもね、正解できるということで。ミュートなってるなと思ったけど、そうだね、まあでも口の形でね、わかった。すごこれだけのクイズだったら、うん、僕一番強いかも。これだけね、皆さん素晴らしい正解残したわけじゃないですか。やっぱここか。やっぱね、5問目、やっぱね、これはもう、頑張ってください。やっぱここか、5問目なんだよ。それでは、問題いきまーす。問題。医療で用いられ、ドイツ語。違った。それっぽかったけどね。医療用語はドイツ語が多いからね。カルテとかね。そう。うんうんうん。多分いきますか。問題。医療で用いられ、ちょっと通信が悪いよ。止まっちゃった。チキさん、チキさん、はい。もうあるわ、あのね、ちょっと元になった後にちょっとこう、そう、一気に今までの月が成功されるやつあるけど、もう一回押すポイント合ってた、ね、問題、医療で用いられチキさん、チキさん、あれを最後ルじゃない、最後ルで終わる、最後ルあ、ちょっとまあでも、ルに聞き間違える可能性なのはウとか言う、うん、なんと言うとかね、あー、なんと言う、なんと言うだったらヒントにならないな、何もやった、またチキさん、チキパーで呼ばれる？いや全然わかんないな、いや、マジでわかんない、もう最後はウでもないですよ、ウでもない、ウでもない、小さなって言ってる気がするんだよ、なんかピッコロ、うん、小さなだけでピッコロ行くのおかしいから医療でって言ってるじゃん、楽器のボケの話してないんだけど、ちなみにいいですか、チーランって言ってないですか、もう言ってないんかい、言ってないですね、言葉とか言葉で最後がウダンだとしたら何の略かだと思うんですよね、生理食塩水、違いますね、でも僕もね、略かだと思ってね、いい筋だ、はい、押し間違って、いやいやもうあのミスはしない、押せ押せ押せ、じゃあ、一旦押してみよう、一旦略でちょっと、はい、行きましょう、コンピューテッドトモグラフィー、正解、おーなんだよなんだよこれいや、今まではちゃんとさ、ヒントあったじゃん、うん、今回はさ、何回聞いても分かんないの、なんなら僕は、今で持ち出る CP さんは何という言葉の略だと思いながら聞いたけどってなるなぁちなみに今の問題読みますと、医療で用いられる CT スキャンの CT とは何という英語の略、あ、CT スキャン、え、本当に、いやいや、と思うって聞いてみますか、うん、問題、医療で用いられチーさん、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 おぉ、え、本当だ、すり替えた、すり替えてないよ、え、いや、
俺らまだその言ってない。言ってた今のは本当に言ってた。言ってないよ。はい、ということで、はい、2点1点2点で山本さんと山本さんの優勝です。CT がね、コンピューテッドトモグラフィーの略であることを知っていたから、まあ、それがすごいね、うん、普通知らないの。そう、お前さん何回流したの。しっかり流してない。で、最後、噛んであった。あ、いや、でもまあ素晴らしい正解だった、ね。まあ確かに、まあ、全部正解じゃないから。正解は出るからね、うん。もうぜひリプレイでご覧ください。正解が出てしまった瞬間は。コンピューテッドトモグラフィー。正解。おはい、ということでね、今日はね、リモートでクイズできるのかってやってきましたけどもね、はい、今回ね、特殊な加工で、リモートでも聞こえづらくしてますけど、リモートで普通にクイズすることとかもね、ありますので、皆さんね、リモートでもクイズを楽しんでください。うん、はい、はい、ということでね、いろんな曲やっておりますので、チャンネル登録して、ぜひ通知をオンにして待っていてください。それでは、さよなら。バイバイ。バイバイ。SNS 各種もよろしくお願いします。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄にね、 Twitter や LINE アカウントの情報などもありますので、チェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。